はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。まずはログインボーナスですね。そして、次はガチャを引きます。デイリーガチャです。さあ、何でしょう。名称バトラーか。そして作物をゲットです。プレゼントが入って馬風石をゲットですね。さあ、型のギブレットどうするかですよね。まずレーシングプログラムを見てみましょう。凱旋門賞って10月を2週なんだよ。アベイルロムシャン賞とかあるんだ。まあ天空きかな、普通に考えれば。ね、入球。超促進、まったけもありますよね。ビール。あれ、調子が落ちる、あれもあるんだ。これはやばい。空き店行きましょう。見ない克実か。まあ横乗りかな、ひとまずは。大根。気がつけばもう8周だ、残りが。引退近しか。疲労回復させたいと思います。プラスちょっとね、ベストからプラス2キロ重いのは気になりますよね。まあ、逆にこのままマイル CS とか行ってもいい、香港行ってもいいかもしれないですね。 1.3 倍、ダントツの一番人気、本当かな。もう公開帝王じゃない、東海帝王だ。ダビスタの癖がついてしまった。初代ダビスタですよね。もうこのまま引退させようかな。もう一層して。負けたらね。
さあ、いろいろ懐かしいジョッキーが揃っております。1992年の天皇賞秋、まあ、シーツではレッツゴーターキンが、優勝して、東海帝王は、敗れ去って故障してますね、確か。故障してたっけな。故障じゃないか。その年は有馬に出てるから。そうそう、その後ジャパンカップ取ったんだ。で、有馬負けて故障して、1年して有馬で勝って、涙の田原だったんだな。公式青壁が乗ってるからな。あれ、加藤義明とは5番手か、今。さあ、この先行策が、吉と出るか、京と出るか。まあ、ミドルペース、ややスローかもしれないけど、ですね。椅子以上だったら、ひょっとしたら、前行った方がいいのかもしれないよな。さあ、伸びきれるかな。誰だあれ、8番は東海帝王か。さあ、前の方がちょっと粘りそうだぞ、これ。ホワイトストーン強いな。捕まえきれるかな。またかよ、ホワイトストーン。ホワイトストーン強すぎるだろ、このゲーム。捕まえきれなかった。まさかのホワイトストーン。温泉を多用、会話か。会話の代わりに。会話か。さあ、11月を3週です。あれ、これって8キロプラスのことはないのかな。8キロプラスはないですかね。地図が6キロなんで、これで素直にやると負けちゃいますよね。さあ、これでベスト体重だよな。あれ、 WBC 出せるんだ、この馬。まあ、もっとも。サイド横乗りで。あ、多分 G1 取った後 WBC 出してないからだろうな。2.2 倍、ダントツですね。このまま行きます。第3コーナーに向かって一直線、発
たしてベストマイラーはどのまでやりましょうか。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ大宅ヘリオスは怖いが、先手を取ったのは7番大宅ヘリオス。そしてその後ろから、さあ今回も先行策4、5番手かな。内宅エリオスを捉えなさそう、捉えられなさそうな、ペースが速いんだけどな。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。緑の帽子内宅エリオスが先頭。調子はいいぞ内宅エリオス。さあ垂れてくれ内宅エリオス、いけーっていうか、なんか都市グリーンが来てるぞ。都市グリーンの方がなんか良さそうな感じ。あーでも勝ったかな、勝ってるよね、勝ちました。WBC に臨みましょう。オッケーです。コマイルという手もあるのか。久しぶりの勝利です。いや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 、温泉ですよ普通に。メロン、ベスト体重かとなると、どうしよう。香港レース、最後のレースですね、引退レース。スタッフエンドリー強すぎやん。ルアーどっちがいいんだろうな。まあなんか意外とマイルの方が合うんじゃないかなと思います。追って香港マイル出走ですね。竹豊乗せてみよう。2着が続いてますよね、まあ、前線マンっていう感じ。香港カップ1着、あまた1着。香港カップ香港2勝してるんですね、香港カップを。さあ、引退レース、香港マイルです。1.4 倍か。大宅ヘリオスが出てるんだ。大宅ヘリオスもちょっと前行く馬だから注意はいるな。さあ、いよいよ。型のギメット4枠4番。現役最後のレースです。香港マイル。竹豊を鞍上にしました。
ライダクヘリオスがかわしていきました。差が開いてオールアット G、 ちょっと離されまして11番ベターニュースが4番手ですね。カタノギブレットは3番ブリーフトゥルース、そしてその後ろからシャープレビュー、ちょっと離れて1番オースターズオールスターであります。ライトウェイが先頭だ。そしてしんがりからラフハビットであります。12番ライトウェイが先頭です。そして内からはライタクヘリオス、それから10番ルアー、1番ルアーなんかもカタノギブレット、竹豊騎手どのあたりで動くんでしょうか。さあこの間は大舞台で力を見せつけることができるのか。カタノギブレットは4番手といったあたり先頭。お、これ結構いいスピードだぞ。さあルアーと共に先頭に立った。ルアー捉えられないか。足色が一緒になってますね。さあちょっとだけ差を詰めたが、ルアーには勝てませんでした。さあこれで引退です。あ、馬券も当たってんですね。引退です。登録25戦13勝。あまり WBC 出すことはなかったですね。 WBC だと好成績上げられないと。春秋マイル制覇か。安田記念3勝か。もちろん繁殖入りです。はい、何です？はい、というわけで、この、馬を引退させてました。次の世代に期待ですね。はい。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。